橋本環奈にの女子大生とのホテル密会を週刊、文春にキャッチされたカトゥーン、中丸雄一。本人は不倫関係こそ否定するも、1月に元日本テレビアナウンサー、笹崎里奈と結婚したばかりで、また情報番組、週一、日本テレビ系では人気俳優の不倫騒動を断罪していただけに、ファンはさぞ、ショックを受けたことだろう。 現状自分ができることは皆様からのお叱りの言葉をすべてしっかりと受け止めることであると考えています関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしてしまいますが自分の行動に責任を持つためのけじめとして謹慎をさせていただきます密会報道を受けてスタートエンターテインメント旧ジャニーズ事務所公式 HP にて謝罪コメントを発表し 週一をはじめとするレギュラー番組への出演を取りやめ、けじめとして芸能活動を自粛する中丸、ま。改めて会見を開く予定はないようだ。そんな彼のその後を伝えたのが、元週刊文春記者のジャーナリスト中村隆太郎氏。8月7日に出演した午後スマ TBSK にて独自の裏情報として明かしたのだった。 中丸は、ショックを受けて憔悴。私が取材したところによると、中丸さんご本人は、大変落ち込んでいると言いますか、ショックを受けて、憔悴しきっているというふうに聞いています。中丸は3会報道に、ショックを受けて、憔悴しているというのだが、中村氏の発言が、スポーツ報知ウェブ版で取り上げられると、ショックなのは嫁さんの方では やらかしばれてへこんで憔悴言われてもねえ、としか。中丸さんがショックなのは、ばれると思ってなかった、事務所が守ってもみ消してくれると思ってた見込みが外れた、ことやすべてを失ったと悟ったからだろうな。ショックなのは奥様や、ファンや、被害者面すんな。謝罪会見はしないのファンやメンバーへの直接の言葉はないの秀才気取ってたくせに、都合悪くなったら、逃げるの しっかり自分と向き合って自ら路上ナンパして女子大生と会っていたにもかかわらずショックを受けている憔悴しているとまるで被害者のような振る舞いにヤフーニュースのコメント欄ではそうツッコミが入れられている一番ショックを受けているのはヤフコメの指摘通り妻の笹崎アナに違いない 2023年11月に9年間勤めた日テレを退社し、今年1月に中丸との結婚を発表。多忙な夫を支えるためでもあったのだろう。以後はフリーとして活動する妻。ところが、その裏での夫による裏切り行為、しかも結婚前から関係を持っていたのだからショックの大きさは計り知れない。妻に対しては悲しい思いをさせてしまい、後悔の念しかございません。 妻からは「しっかり自分と向き合って」という言葉をかけてもらいました中丸の謝罪コメントの中で明かされた笹崎アナからの「しっかり自分と向き合って」という言葉ショックを受けて憔悴している場合ではなさそうだ